どうも、レゴラジでーす。本日はですね、ブックオフで買ってきた中古ジャンクレゴの紹介となります。価格が1540円で、こんな感じでね、まあもう明らかに古いレゴのセットのジャンク品ですよね。こうやってよく見るとね、ブラックファルコンのミニフィグが入ったりしております。で、馬とかさ、あとなんかね、まあこの建物のさ、壁もさ、もうブラックファルコンとかその辺のね、基地の王国とかさ、その辺の年代だなーっていうのが、お城といえばこちら。先日ライブ配信で10時間ぐらいかけて組み立てた、ディズニーキャッスル、そちらのライブ配信もね、ぜひって話がそれましたが、今回買ってきた、おそらくブラックファルコン城の何かだと思うんだけどね。まあ、その辺も後で Google レンズとか使って調べていこうかなと思うんだけど、とりあえずね、開けてみて、まあミニフィグがどんだけ入ってるかわかんないんだけどね。袋の外から見た感じ、2体ぐらい入ってるかなーっていう感じ。で、まずはこの白い馬、首が動くタイプだね。もうこれが入ってる時点でさ、ブラックファルコンのなんかのセットだって思っていいかなと思ってね。で、これ弓矢じゃん？弓も入ってればいいんだけどね。間違いなくブラックファルコンのセットでいいと思うんだけどね。でももうどうなんだろうね。まあ、いろんなもセットがさ、ごちゃ混ぜに入ってたりもするからね。あ、光るお化け入っております。これもね、ちょっと後でちゃんと光るかね、確認したいよね。で、この辺、ミニフィグ結構入ってるね。あ、で、さ、なんだっけ？黒い馬も見えるね。ヘルメット。まずはミニフィグ揃えていこうかな。どうだろうね。何体入ってるかにもよるよね。それで何のセットかね、調べるのもわかりやすくなるけど、こういうのググってもね、写真撮ってググっても一発で何のセットかわかるかもしれない。で、白い馬が2体入ったセットって、そうないよね。だからこれも、すぐわかるかな。うん。顔がちょっとね、色あせちゃってるけど、まあ、ブラックファルコンだから。ブラックファルコンって1990年とかその辺のセットになるから、30年前？もう30年も前のレゴになるんだよね。だからまあ存在してるだけでもありがたい。中古で売ってくれた方、本当にありがとうございます。しっかりチェックさせていただきたいと思います。で、こんな感じでね、ブラックファルコンの旗、まあ、これだけでも希少だよね。このボディね、トルソーだけでも、どうなんだろうね、500円ぐらいで取引されちゃったりするのかもしれないね。状態が良ければもっと高くなるのかな。で、黒い馬も入ってて、これはあのセットか。もしかしてあのセットかな。で、これ揃って、てればこの状態でもまあ1万円ぐらいするのかな。もうもちろんね、揃ってるかどうかってさ、説明書もないし、この年代って公式の説明書もないから、組み立てるのが相当大変なんだけどね。もしかすると、レゴラジの説明書コーナーにあるかもしんないけど、あったかな。この辺のやつはあんまないんだよな。でもね、ありそうな気もするまだ何のセットか分かってないけどね。で、こうやってミニフィグがなんだかんだいっぱい入ってて、4、5、6体ぐらい入ってんのかな。で、これはなんだっけ？これ何シリーズの盾だっけ？これブラックファルコンじゃないよね。でさ、この盾最近学んだんだけど、こうやってさ、こう、つっかな？こうやって取れないね。取れちゃうね。このさ、上の部分につけるとミニフィグ飾るときすごい飾りやすいんだよね。でも、ここのさ、縦になってる部分につけた方が、まあ、若干かっこよかったりするんだよね。これはさ、ミニフィグ飾るときに、飾るスペースによってね、どっちにつけるかやるといいよね。ためになったね、今ね、すごいね。で、ブラックファルコンのミニフィグが着々と、いろいろ完成してる。で、組み方はね、間違ってるかもしれない。とりあえず、足、体、頭、ヘルメット、これがね、揃ってるか確認していこうかな。で、このお化け手がねえな。手がないね。まあお化け足がないことはあるけど、手がないってあんま聞かないよね手がないな。ほら、
こんな感じ。あ、これいいね。あ、こっちサムネにしようかな。ごちゃごちゃにするよりね。うん。あ、今のいいな。あ、今のサムネにしようかな。どうしようかな。で、これさ、手だよね、ミニフィグの。映るかな？ちょっとちっちゃいけど。ほら、ミニフィグの手折れちゃったりしてんだよね。まあ、これはさっきのお化けの手ではないんだけど、どっかのミニフィグの手が取れちゃってるっぽいけど、でも、今まで見つけたその4体5体のミニフィグの手はちゃんとあったけどね。うん。で、こんな弓もついてます。これ弓もさ、傷だらけなんだよね。何回も遊んだ跡があってさ、つけたり外したりを繰り返した跡があるんだよね。で、これも、偽物かって思うぐらい簡単に手が取れたけど、これも付け替えたりして遊んでたのかもしれないね、手をね。何回も取ったりして。結構遊び尽くしたのかもしれない。で、30年前のレゴで、この持ってた方が当時子供だったとしたら、もう40ぐらいになってるかもしれないよね。40歳ぐらいになってるかもしれないよね。いや、夢だね。夢があるね。で、剣もついててね。なんか懐かしいよね、このダークグレーの剣。旧ダークグレーだね。うん、古い色。いや、いいね。このミニフィグも何のミニフィグなのかもね、ちょっとわかんないけどね。いや、これ違う違う。これ違う。これはちょっと違いますね。いや、いい感じにミニフィグあるな。このちょっとレゴラジ君が邪魔でミニフィグ映ってないけどさ。あ、この黄色。これね。うん、これも一発で、Google レンズで何のセットが出てくるのでね。え、これを一枚写真撮ってみようかな。ミニフィグから調べたりいつもはするんだけどね。こんなわかりやすいパーツが入ってる時はね。この黄色のやつをパシャッと撮って、何のセットか判明していけばいいかな。このさ、この黄色のこの窓のパーツってさ、赤いのもあったよね、確かね。俺赤いのは持ってるな。でも黄色のは記憶にないな。今手持ちにはないな。うん、ない。だから多分、まあどっちにしろね。このブラックファルコンがこんだけミニフィグ4体あってさ、この後ろのブロックが揃っていればね、まあ1万円ぐらいの価値はあるかもしれないけどね。結構汚れもあるしね。ということで、ここからはね、ちょっと組み立ててみようかなと思います。ただね、説明書がさっきも言いました通り、公式では見れないんですよ。で、海外のサイト見ると、まあ、説明書ね、アップしてくれてる方いるんですけど、なんか怖いので、ブリックリンクのね、箱のね、パッケージを見ながら再現していこうかなと思います。で、その前にね、このセットが何のセットだったのかということを紹介していきましょうか。それでは先ほどの黄色いパーツをググってみましょう。そうするとですね、こんな感じでやっぱり赤いブロック出てきましたね。このパーツは見覚えがある。ガーデットインなんとかなんとか。うん、この辺もすんげー高いセットだよね。人気のセット。でも今回のはこの2つじゃなく、この下の黄色い方。一番上がブラックファルコンフォートレスっていうセットで、フォートレスって要塞だっけ？うん、そうだよね。この2002年のやつは復刻版だね。だ、これじゃない。この下だね。1986年発売のブラックファルコンのセット。多分これで間違いないと思う。で、黄色い屋根のパーツと、それについてた屋根の黒いブロックの形、それがもうこれそっくりだったからね。で、この2つしかないから、まあこの真ん中の1986年。40年ぐらい、37年前のセットになります。すごいですね。もうこれが、未開封だとまた数万円するやつかな。で、さっきの復刻版でもね、未開封だと10万円とかで取引されちゃってる、やばいセット。で、一番下にあったやつね、これブラックナイトキャッスル。これもね、やばいよね。これも数万円から10万円とかになっちゃうのかな、未開封だと。で、まあ間違いなくこの真ん中のセットでいいとは思うんだけど、馬の数がね、本来は2頭なんだけど3頭入ってたり、このセットにお化けは入ってないんだけどお化けが入ってたりするので、まあ他のセットと、まあ、ごちゃ混ぜになって売られてきた感じなのかな。この一番下のブラックナイトキャッスルにはお化け入ってた気もするしね。そんな感じで、まあ
どちらにせよ、まあ、未開封ですげえいい状態だったら、数万円から10万円ぐらいの価値があるセット。で、今回買ってきたような、ジャンクでも、まあ、今回ちょっとひどかったからね、状態がね、ボロボロだから。それでもまあ、5、6000、1万円では売れないと思うけどね。5、6000円は確実にするセットだね。まあ、それが1500円で中古で買ってこれたというのは、かなりお得だったんじゃないでしょうか。で、これ見ながらね、このブリックリンクの箱を見ながら、パッケージを見ながら、再現しようと思ったんだけどね、さっきも言いましたが、説明書がないんですよ、公式では。諦めようか。また。このパーツが見れただけでもいいしね、ミニフィグがこんだけゲットできただけでもね、十分もう元は取れたどころか、ウッハウハだからね、もうこれは、この状態でいいか。またジャンクレゴコーナーの段ボールにぶち込みますわ。ということで、こっちは諦めます。ということで、今回はブックオフで買ってきた中古ジャンクレゴ1500円だったのかな?で、ゲットできたこんなに素晴らしいブラックファルコンのミニフィグとお化けと馬と、おー、懐かしいブロック外しですね。当チャンネルこんな感じで中古ジャンクレゴを見つけては紹介しておりますので、ぜひよろしければチャンネル登録、動画への高評価、その他いろんなチャンネルじゃなくていろんな動画見てやってください。最後までご視聴ありがとうございました。おつらじ。